こんにちは、コージです。デリカミニがね、ここにね、アイドリングストップをオフにするスイッチがあるんですよ。で、これがね、エンジンをかけ直すたんびにオフにしないとアイドリングストップ機能がオンになるようにはできているんですが、まあ非常にね、燃費のためにはいいシステムだとは思うんですけれども、僕のね、住んでいる場所、田舎でね、家から出てすぐに踏切と一時停止、一時停止みたいな感じなんですよ。そしたらそのたんびにね、エンジンが止まる。数秒、3秒、4秒なのにエンジンが止まってまた再始動みたいなことをしているので、それだとね、なんか車が傷んでる気がするんだよね。なので、今日はですね、アイドリングストップの毎回ね、エンジンをかけた後にスイッチを押さなくてもキャンセルできるようにしたいと思います。今日はですね、こういうものを買ってあったので取り付けたいと思います。で、これがですね、親切にね、こういった内張り剥がしもついていたんですが、これね、デリカミニのアイドリングストップスイッチで、これがですね、カチッと押したらへこんだ状態になる。で、もう一回押したら元に戻る。で、これでこのへこんだ状態にしておくことによって、エンジンをかけるたびにアイドリングストップのキャンセルスイッチがオンになるっていう商品ね。ここにあるアイドリングストップをキャンセルするスイッチを入れ替えるんですが、これがですね、下にね、ネジがあるんですよ。一箇所と、こっちにももう一箇所。このネジをね、二箇所外すことによって、このパネルが外れるらしいんですよね。で、こちらの商品の販売ページから、これのね、取り付け方の動画が見れるんですが、その動画はね、日産のデイズで、実践している動画ですね。で、その動画通りにやっていけば交換できるらしいんですが、それをね、その動画通りに素人がやっていけるのかを今日はやっていきたいと思います。このパネルを外すのに、デリカミニの場合はね、こっちのね、このドリンクホルダーのところと、このエンジンスタートスイッチの下のこの隙間ね、この2箇所からこのヘラを使って開けていくっていう感じですね。ここはね、外したのは銀色のネジだったんだけど、黒い方のネジ外さなきゃダメだったね。これ外れました。で、外れたんだけど、配線がね、めちゃめちゃつながってる。順番を覚えとかないとね、動画で撮ってると順番がこうやって記録できるからいいよね。ここにね、爪があるから、この爪をね、押しながら抜く感じ。で、あとは ETC だね。ETC がネジで止まっちゃってるけど、これも外しちゃいたいね。大丈夫か。ETC くっつけたまんまで。で、アイドリングストップはこれだね。で、これがもう爪でかかってるので、一個ずつね、爪を押し広げて落とす感じで。画面が遠い上に見切れていたので、ここで少し補足します。このようにですね、内側に爪が引っかかるような感じでスイッチが止まっていますので、これをね、内側から起こしてやって、爪を外して、で、外に引き抜くっていう感じですね。このような感じでスイッチを抜きます。
こんな感じで突っ抜けます。でこの抜けたスイッチをこいつとね交換していきます。で前から見て向きを合わせて差し込む。パチン。であとはこれを刺していくだけね、元に。でコネクター全部元通りにしたらこれを戻す。こんだけだね。戻していきます。そこでバチンでいいのかな。ここはね2エアバッグっていうやつがあるの。だからあんまり衝撃与えたくないね。でここにあったネジを3つというか黒2個でよかったみたいね。銀色は何だったんだろう。このレバー用か。うん。ネジを戻して完成。ではねちょっとエンジンかけてみます。今ねこれ押し込んだ状態でエンジンかけます。そしたらつきましたね。でこれでアイドリングストップがオフになっているっていうことです。でメーターの方には表示はないんですが、これメーター見ながらこのスイッチをもう一回押しますね。オートストップ&ゴーがオンになりました。でもう一回押します。オフになりました。でオフだとここがついているっていうことですね。うん。でエンジンを切ります。でエンジン切って10秒以内に再始動しちゃうとこのねオンオフが逆転しちゃうらしいんですよ。今電気何かうーんって流れてる音がする。で完全に静かになりました。で車の中に何かが動いている状態でエンジンを再始動したらこのオンオフが逆転してエラーになっちゃうので、で10秒以内にねエンジンをかけ直さないっていうのが大事らしいです。でこれもう一回エンジンかけますね。はい、アイドリングストップオフになってます。ということでこの状態をキープしてあることによってエンジンかけるたびにアイドリングストップオフスイッチを押す必要がなくなったということですね。でもこのスイッチの金額を考えたらね、エンジンかけるたびにこのスイッチを押せばいいだけの話なんですが、半年ほど乗ってみてねやっぱり押し忘れがね多い。で僕にはねその毎回習慣的にこれを押すっていうことができないなと思ったので、このスイッチをつけることにしました。以上です。